こんにちは、こんばんは。ドローン空撮旅人のトギです。ハクさん、今年中にめちゃくちゃ行きたかったんですよ。実は言うと、国立公園になって今年で60周年記念なんですよ。なのでどうしても今年中に行きたかったんですね。そしてですね、本当はシーズン中に行きたかったんですよ。まあ一応ね、シーズン中が5月からだいたい10月の中旬ぐらいまでがシーズンなんですけど、シーズンオフになると山小屋が休んでしまうんですね。んでシーズン中やったら、実は言うと山小屋で今年60周年の限定品が販売されてたらしいんですよ。ただね、天気とかもずっと悪くて、あげくにちょっとね、やはり遠いんで、どうしてもね、こう腰が上がらないというか、そんな感じで結局シーズンオフになってしまいました。まあまあ、それでも楽しんできました。一応ね、下の方なんですけど、紅葉が綺麗でした。そして標高が 2702m になります。登山ルートは上りが砂防新道、下りが観光新道で登山してきました。で、全体的に約 13km になります。結構あれですね、ギリギリでした。特に僕ちょっとペース遅いんで、ほぼほぼ日が暮れそうな、まあギリギリ助かりましたけど、そんな感じでした。登山コースに関しては基本的には砂防振動コース、そして観光振動コースで、あとね、楽楽振動コースとか、あと中宮道コースとかもあるんですよ。で、途中で、まあ、またなんかいろいろ分岐してコースがいろいろあるんですけど、大体その4つがメインになってくると思います。で、ただね、今現在10月27日に白山に行ったんですけど、なんかね、楽楽振動コースとか中宮道コースが多分ね、通行止めになってたりとかしてるんですよ。だからね、行く前にね、一回ちょっと確認してもらった方がいいと思います。そして今回行った上りが砂防振動コース、下りが観光振動コースで行ったんですが、その2つなんですけど、一応ね、砂防振動コースがやっぱし一番いいかなと思いました。紅葉も結構綺麗でして、まあたまに急登もあるんですけど、まあまあまあ、なんかね、景色はやっぱし綺麗でしたわ。で、問題なのが観光振動コースで、補給物資がないんですよ。要は飲料水とか食事とか、まあ、休憩所はちょこちょこあるんですけど、全くないんですね、水とか。なのでちゃんと準備していかんとやばいです。で、基本的には顔料帯なので、でかなり急登なので、ほんまに気をつけて行ってください。もう多分ね、あそこで怪我とかしてしまうとちょっとやばいなっていう感じでしたね。そんな感じです。そして下山に関しては、観光振動で僕下山してきたんですけど、急登なんで、膝とか足になんかちょっと爆弾抱えてある人、腰とかでもなんか体にちょっと爆弾抱えてる人は、多分下山は観光振動やめといた方がええかもわかんないですね。結構来ますね、ずしずしと。どうしても急登なので、ちょっとジャンプしながら浮いていかなあかんとか、ジャンプって言ったらおかしいですけど、そんな感じになるんで、結構ね、体の負担が大きいので気をつけてください。そしてね、白山ってやっぱしね、めちゃくちゃ登山者に愛されてるんですよ。何回も来てはる登山者さんいっぱいいてましたわ。それと、私は日帰り登山だったんですけど、白山を本当に堪能したいんであれば、多分ね、一泊の方が良かったと思います。ちょっとね、日帰りだったら13キロで結構ね、切羽詰まるんですよ。せっかくのね、いい景色がね、あんまり見れないんですよね。だからできれば、まあ一泊とかで、あと白山室堂もしくは南流山荘で一泊してから山頂に行ってもらった方が良いかなと思いました。
トイレや。トイレです。トイレ、トイレです。ここで別れてます。見えへんな。こっちは吊り橋。ここか。やっぱ人が寒くなってきた。サボー環境省、ここあかんねんて。まあこれはわかるやろ。通行止め情報。この先進入禁止やって。これダメなんや。でこっち側から本だ。どういうこと？自分は急斜面やって。急斜面のため。これどこなん？下り線奥か、通行禁止。ああ、だからこっち側は下りしかあかんねや。でこっちが上りやねん。これでだから右行かなあかんねんな。了解。了解でゲス。行くでゲス。よいしょ。労働がこうや、右の方で、こっち側がさっきのあれですね、通行止め。こっちが下山用。てってれー、多重グミ。なんかグミ系ってなんかかなりほんま元の食材怪しいらしいんですけど、だいぶ明るくなってきた。行きましょう。 OK。 うわすごいな、綺麗な。Everybody's gonna
キングダAgain.
know this ain't love at first sight. Cause I know how this works, I got my ABCs right.機材重たい。ドローンも持ってるんです。ああ、すごいよ。飛んでますよ。どうだい、このパターン。引っ張りまくってるわ。おはようございます。あれですかね。あれがね、
何見なかったかな、もう一個もう一つあったかな、もう一つ、これオーナージュかもしれない。 あの決めちゃわかんないけど、あ、すみませんThank you.
you'll put on all the freshest shit you ever seen. New York, LA, Milan, Italy. I know that your girl wanna get up and leave with me. Every week is fashion week for me. I just went to Bonnie, you spent your whole year salary. I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. なかなかのスリリングです。これって浄水器で飲めるのかな、謎です。黒ボコ岩に到着しました。ここは砂防振動コースと観光振動コースの合流地点になります。黒ボコ岩に登ってなかなかの絶景でした。ここは結構広がっていていい感じの景色でした。絶景でした。白山室堂に到着。結構大きかったです。今回はシーズンオフだったので営業はしていません。向かって左手の奥、
しました。こんな感じで、うん、白山室堂を奥に進むと白山奥宮祈祷殿があります。ここは分岐で、まっすぐ行くと白山山頂の御前ヶ峰に行きます。右手が下山の中宮堂コース、左手がお池巡りコースになります。お池巡りコースは山頂の御前ヶ峰からでも行けるんですが、ぐるっと往復して、そしてここに帰ってくるっていう感じになります。お池巡りコース行きたかったんですけど、ちょっとね時間的に難しかったです。やっと山頂の御前ヶ峰に到着しました。手前には白山奥宮があります。何回も世界平和、それと僕の貧乏解消よろしく。I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I hear what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry.It's too late to apologize.
ヘビ塚でした。すいません。これヘビ塚でした。うん、結構な悪路ですね。馬のたてがみ。結構顔料帯で危なかったです。着きました。こんな感じです。なかなかの岩場。なんとここを行けということか。なるほど。なんじゃここは。結構すごいなここ。すごい。トンネル。木がいっぱいすぎるんですよ。ようやく分岐来ました。こっちから来たんですけど、でこっちではなしにこっち側ですね、うん、行きます。なんか危険箇所があるからね、日暮れんうちに行きたいんですけど、ちょっとやばいです。めっちゃ急と、マジっすか。危険箇所がここら辺になってたんですけど、別に普通の登山道ですね。違う意味で危険なのかな。そんな感じです。なんかめっちゃかっこいい。まだ1キロある。マジでしんどいっす。やばいやばい。なんとか登山終了したい。すごい紅葉が綺麗です。すごい。こんなことしてる場合じゃないけど、無事に帰ってきました。あとはまだ駐車場のとこまであるんですけどね。なら無事に帰ってきました。お疲れ様です。20日目、白山の1日日帰り登山、しんどいですわ。以上です。今回もちゃっかり生きて帰ってきました。